It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. はい、ということで今回からね、こちらマッドマックスをやっていきたいと思います。ちょっとこのワーナーブラザーズプレイはよくわからないので、ニューゲームでね、そのまま設定でなんかいじれるか。基本的にはまあそこまでカスタマイズ性はないね。よし、じゃあ行きますか。エロゲーかよっていう量のセーブスロットがあるけど、じゃあ1でいこうか。Of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Shut
何これ、日本版にしては相当頑張ってると思うんですけど、すごいな。This setback would not stop him. He would have his peace, even if it meant another war. And war was coming, because he had created a mortal enemy. さあ、ということで、私はまた全てを失ってしまったようだな。今回は運び屋じゃなくて、まあね、フリーランスでこう生きてきたんだけど、まあいろいろね、お仕事をフリーランスでやりながら生きてきたけど、また車が、また車なくなったって。いやー、もうやられたね。プラチナチップの時も相当だったけど、今回も相当だな。運がないね、本当に。よし、ということで、どうやらウェイポイントが、でもなんか、すごいよね。日本語版にしたら相当や、頑張ってる感が、頑張ってる感があると思うんですけど。水源では、水筒補給できる。あ、ワンちゃん。てか、さっきのあの犬でしょうね。でもまあ、足でゲシゲシ蹴られたから嫌になっちゃったんだろうな。どうやって組むんだこれ。上ん、ちょっと組み方がわからないです。あ、長押しでね、水筒を満たすと。あ、でも水そんないないし、それ犬飲んだやつやで水筒の水を飲む。水筒の中身を飲むとマックスの体力が回復する。で、十字キー上の上を長押しすると水筒を飲んでくれると。The dog has led me right so far. Gotta find it. あの犬はここまで案内してくれたから彼を見捨てるわけにはいかないと。律儀だね。いや、まあでもそういうの大事だよね。で、おそらくソードオフショットガンもね、ビッグブーマーもなくしてしまって拾ったあのパイプショットガンみたいなやつを今持ってるね。でもまあ弾がゼロか。おそらく弾がゼロ。あ、犬がやられた、なんか音がするな。走るのは、おっと、なんか出てきたぞ。Start a blaze by godly plug ignite. Revolution about revolution, rejoice! Please, don't kill Chum Bucket! Please! Hey! Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chum Bucket is your man! Yeah, I'm your man! Yeah, yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. See, she's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chum Bucket's not stupid.うんうん、どうやらなんかチャムバケットっていうやつらしいけども、こっちは見てみろ。なんか車を作ってるのかな。パーツがあれば動くみたいなこと言ってたし、まあなんか生きるためにこいつもあれだろうね、罠を仕掛けて、その食べ物を集めようとしてたところにこの犬が引っかかったからってことか。さあ話せ。
Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. バギーを直すワイヤーか。I can show you where they took the black on black. なんだブラックオンブラックって。Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. なるほど。まず、なんか、いやもうあからさまに、あからさまに何かあるな、これ。長押し食料食べる。あ、犬用のご飯。あ、でも食料を食べれば、そうか、水を飲むよりも、缶詰か。ウジ虫を食べるよりはいい。なるほど。まあ、水筒の水はこう持ち歩きが効く、こう、なんか光ってないこれ。光ってないな。で、こっちの方にワイヤーがあるみたいだな。なるほど、なるほど。水は、そうか。あれだね。あ、ダッシュはトリガーか。あんまり速くない。持ち歩きができる、その回復パックみたいなもので、多分食料は見つけたらその場で食べてしまう、緊急用のこう回復手段っていうか、でもって回復量も多いよってことか。スクラップや弾薬を、死体から得ると。うん、サバイバルだね。ショットガンの弾2発。弾だ。ワイヤーはない。で、特定のオブジェクトは登ることもできる。なんか、なんかめちゃくちゃ喋ってるけど、誰だ？あ、で、このショットガンはあれか。2連、水平2連じゃないから、単発みたいだな。なんか人を殺そうとしてる。あ、死んだぞ。ウォーパップ。新しい敵。クイックファイヤー？おお！あ、で、リロード結構時間かかんのかな。あ、やべ、撃っちゃった。ミスター。で、この倒した死体は調べられないのか。やべえ、やっちまったよ。多分この世界じゃ銃弾は、すごい貴重なのにやっちまったな。おそらくここは敵のなんかキャンプかな？なんかウジ虫野郎ぶっ殺してやるみたいなこと言ってんな。もう一発だ。もう一体いるぞみたいな。X で敵にブロー攻撃を行い、 Y で敵の攻撃をパリーできる。パリーの後に X で強力なカウンターを繰り出して反撃しろ。ブロー攻撃またはカウンターの後に X でチェーンブローを繰り出せる。おそらくバットマン的な感じか。あ、そうだね。なんか、この戦闘は結構あ、すごいバットマンっぽい。バットマンのゲームっぽいな。で、体力はでも、なんか地味に少ないな。地味にこう、体力減りやすい。ヘビーブロー。ブロー攻撃をチャージすると強力なヘビーブローになる。これなんか拾えるんじゃ。危ない。危ないっていうか、食らっちまったけど。よし、オッケー。お前にはカウンターっていうか、もうなんか殴り殺してやる。オッケー。やっぱりね、まあウェストランドでベガスの方で相当訓練を積んだので、この槍は持てるわけじゃないのか。なんかいろいろあるな。これはなんだ、スクラップか。スクラップ1個。ロケーション情報で周囲のオプションアイテム数を素早く確認できる。長押しすると、あ、おそらくこれ5個あって、5個アイテムがあるってことか。探せ探せってやつだね。基本的にこのバンパーがくっつけてあるところは登れる感じか。お、なんかいるな。スクラップを回収。よし。物資回収地点 100% クリア。待って。いや、でも、まだあるんでしょ、物資。ん？なんだこれ？この上の5って何？100% って言われたからおそらくもうないんでしょうけど、5ってなんだ？待って、こっちはまあいけないか。
わあ、炎に近づくとすごい熱そうな色になるな。何これ、空き缶みたいなのがすごい滑ってってる何あれで、おそらくここにワイヤーがあるのか。銃弾が欲しいな。全部全部っていうか暴発させちゃったからな。さあこれで十分なので、チャムにね、あれチャムだっけ、ベケットとか言ってなかった、ちょっと名前覚えてないですがくしゃみが出た。よし、じゃあ戻ろうか。待って、なんかいるぞ。いや、まだだ、準備ができていない。待て、うん、なんかあれだな、助けてくれたやつとはまた別人みたいだな。準備ができてないってのはあれか、多分車がないからそう言われたのかな。うん、そうだね、やっぱ別人。急げ聖の使者、ディンキーキディの出血がひどい。はいはい、後頭部がなんかひどいな。まあ基本的に殴られただけだからそこまで出血してるって感じではないし、このワンちゃんもつけられてるハーネスがなんかちょっとひどいよな。バギーはこっちだ、ついてこい。はいはい、行きます。名前はなんか勝手にディンキーキディみたいな名前つけられたけどなんだよディンキーキディって、全然意味は分かんないんだけど。犬をバギーの後ろに乗せる。何これ、穴開いてるけど。大丈夫大丈夫だ。何その犬小屋犬小屋みたい。回転速度上げろ聖なる使者。えで、これで、あ、なるほど、車の操作はいつものゲームと同じ感じですね。いや、まあでも画面に出てくれるのはありがたい。車を早く取り戻せば俺はその分。おっと危ない。ちょっとこの車は操作しづらいな。ちょっとステアリングがクソなんだけど、この車ステアリングクソなんですけど、車で見晴らし地点、なんて言うんだろう、アサシンズクリード的に言うとあのイーグルダイブできる場所的な感じなのかな。うわっ、車を見つけられるかもしれない。ああ、持ってかれた車のありかってことか。でもなんかあいつらのボスチェーンソーで頭をブチブチしたから、もうなんか結構統制取れてないんじゃない。あそこからなら気づかれずに様子を見れる。うん、この歯車がスクラップ、あ、なるほど、オプションか。歴史の遺物ってなんだそれ。なんかいろいろ探せるものが、ああ警告されてる、やばいやばいやばいあんまり適当なところに行っちゃダメなのね。さあ来い来い、こっちへ来て見ろって言われてるけど、待って、なんかいろいろあるみたいだから探したい気はするけど。船か、ものすげえな。まあでも多分こっちの方に行くとまた警告されるんでしょう。うん、もう普通に行こう。でかい怒り。眉毛野郎ってなんだ、すげえなやからどもめ。見ろ、あそこだ、キャブラスクロタスがやつらの王。あれってことはさっき倒したやつは別の人か。あ、でもそうかそうか。ブラックオンブラックってのは、How tough, how fast? Very
faster than fear, tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. どんだけだよ。どんだけの車が出てくるんだよ、それ。ストーリーミッション達成、野獣。俺の車はもうない。スクロタスのウォーボーイどもにスクラップにされた。新しいマシンが早急に必要だ。この錯乱気味のメカニックが役に立つだろうか。よし。ということで、じゃあ今回はね、ここら辺で終わりにしておきたいと思います。双眼鏡は次回使っていきましょう。で、おそらくブラックオンブラックってのは、あれでしょうね。インターセプターのことでしょうね。もうないみたいです。それじゃ、また。